西鉄6000系電車、西鉄6000系電車、西鉄6000系電車は、1993年、平成5年に登場した、西日本鉄道の通勤系電車。本校では、1995年、平成7年に登場した、西鉄6050系電車、西鉄6050系電車についても記述する。6000型は1993年5月に、 天神大牟田線に投入された西鉄初の片側4扉車両である。それまでの西鉄の通勤系電車は片側3扉を基準としていたが、1993年8月26日のダイヤ改正において、当時進められていた西鉄福岡駅の改築工事、ターミナルプロジェクト工事により、同駅の発売線が3線から2線に縮小され、また、 西鉄福岡西鉄平尾間では高架化工事に伴い同区間では除行運転が実施されることとなった。このため、西鉄福岡駅での乗降時間と折り返し時間を短縮する必要が生じたことから、4、扉車である6000型が、この改正までに4両編成6本、2両編成3本の計30両投入された。1995年、 平成7年3月からは6000型と共通の車体、内装ながら、西鉄で初めて VVVF インバータ制御を採用した6050型が投入された。1999年、平成11年までの間に4両編成5本、3両編成2本の計26両が製造された。その後、列車両数の変更により2両固定編成の用途が、 少なくなったため、6000系の2両編成は1999年4月までに、中間付随車差6000系、6900番台を申請して組み込み、3両編成とされた。5000型などの既存車両との並結運転は、行わない方針で設計され、各種システムが一新された。6000型と6 5 0系、また後に製造された7 0 0 0 7 0 5型との、 並結運転は可能である。なお、2009年に 7050K プラス 6000K よび 7050K プラス6000型で試運転が行われた。2011年から車体更新が始まった。車体前面は5000型に順次、運転席側のみパノラミックウィンドウとした貫通構造であるが、屋根部の曲線が緩やかになり、全面下部では廃章機。 スカートが大型化されるとともに、電気連結器のようによりジャンパ連結器がなくなったことなどが5000型との主な相違点である。また福岡より先頭車の全面ホロの受け金は省略された。側面については、客用扉が4箇所配置となるとともに、客室側窓は2段式ユニット窓から1台加工式の大型窓に改められ、客用扉間に2枚の窓を配している。 車体塗装は5000型と同様にアイスグリーン値にボンレッド体の塗装である。2011年の6006回の重要部、検査出場より車体更新が行われた。2017年現在では全編成が更新された。更新内容は以下の通りである。2017年現在、全車両の連結部に転落防止ホロが設置されている。 座席はすべてロングシートで、モケットの色は、優先座席がブルー、その他はローズピンクとなっている。福岡、天神よりの戦闘車連結面側、運転台と反対側の車端部の優先席の隣に、車いスペースを設け、この部分には二人掛けの折りたたみ式座席も設置されている。定員は、戦闘車132人、中間車146人である。 壁面と天井部は白色デコラ仕上げで、客用扉の室内側もデコラが重複されている。天井は8000型に準じた平ら天井構造で、冷房装置の冷風吹き出し口も8000型と同じ、ラインフロー方式とし、補助送風機としてラインデリアを設置している。2006年2月から一部の車両に、LED 式車内案内表示装置、ドアチャイム、 音声合成式自動案内放送装置の設置が進められ、2017年現在は全編成に設置された。台車は5 0 0 0系十事車より採用された、円筒ゴム軸箱支持方式の kW-60A、電動車、kW-61A、付随車を引き続き採用している。制御方式は8000型をベースにした抵抗制御で、 ブレーキシステムも8000型と同一の電気指令式、直通、発電を採用した。空気圧縮機の駆動電動機は、交流式に変更し、保守の簡略化を図っている。連結機は従来に施鉄が、オーム都線系統の車両で採用してきた、トムリンソン式密着連結機に代わり、分割併合作業の容易化のため96。 新電気連結機付きの回り古式密着連結機となった。非常時には5000系以前のトムリンソン式連結機付きの車両とも連結できるように各社の床下に緊急用の中間アダプターを搭載している。運転台はデスクタイプの操作パネルに8000型と同型の T 字型ワンハンドルマスコンを採用し各種スイッチ類を左手側面に設置している。 冷房装置は、能力1万キロカロリー、H の集約分散式を、各社の屋根上に4機搭載する。6000型は抵抗制御であったが、6050型では、定格出力 4500V、2300A の G とサイリスタによる、VVVF インバータ制御方式を採用したため、機器類が一新された。制御装置は1機で4個のカゴ形参照。 誘導電動機を駆動する 1C4M 方式を1ユニットとし、2ユニットを1つの筐体に一括して搭載している。このうち1ユニットが故障しても、運転台からの操作で故障ユニットを開放することが可能である。ブレーキシステムは回線ブレーキを VVVF インバータと強調させるため、デジタル電気演算型電気指令式空気ブレーキを採用している。台車は電動車が キロワットマイナス 60B に変更されたが、付随車は6000型と同型となっている。6054回、F イコール編成6055回6156回には、車輪のフラット防止を図る目的で、滑走防止装置が設置された。車内では、メンテナンスの軽減が図られた3、消火後形誘導電動機が採用されたため、 電動車正面の点検用外が省略されたほかは、6000型と共通である。運転室、運転台機器も6000型と同一である。車体外環状も乗務員扉脇に、VVVF のロゴマークが配されている他は6000型との相違はない。なお、2007年から2008年初頭にかけて、順次、VVVF ロゴが撤去され、車体外環状は、 車両番号以外での見分けがつかなくなった。6050型は1997年、平成9年までに4両編成5本、3両編成1本の計23両が製造された。6156回ではスクロール式空気圧縮機を初めて使用した。全体的に小コストか小メンテナンスかが図られ。 西鉄発のボルスタレス台車キロワットマイナス161、電動車、キロワットマイナス162、付16随車が採用されたほか、車輪のフラット発生防止のため像、粘着噴射装置が設置されている。客室側窓は1枚の大型窓となったほか、客用扉し通知側は、ステンレス無塗装仕上げとされた。また6000型と同様に一部の車両には、 連結部に転落防止ホロの設置、LED 式車内案内表示装置とドアチャイムと音声合成式自動案内放送装置の設置が進められている。2016年に1月現在ではすべての車両に設置されている。2018年現在、車体更新が行われており、未更新は6052回、6053回の2、編成である。 更新内容は6000型と同じであるが、2016年春、出場の6157回編成から、更新の際に、VVVF 装置が乾燥されている。これは、インバータの旧式化によって保守が困難になったためで、あり、元々の三菱ジーテオから、シックハイブリッドのイベットを使用して小型化した、ベクトル制御レベル方式の VVVF インバータに、 軍と SIV をセットにしたものに交換されている。これにより、3連のも六6150枠6150に変更された。また、これによって3連は、インバータ1軍が故障した際でも通常走行が可能になった。6157回の更新後、6156回、6054回、6055回、6051回の順に更新された。 車両番号は以下の番台に分かれるが、形式は番台に関係なく電動車がすべても6000.6050、制御車はすべて区6000.6050、中間付随車は差6000となっている。編成ごとに車両番号の末尾2桁の数字は統一されており、6000K4 連は01から、6000K3 連は01から、6050型は51から付番されている。 なお6100番台は6050型のみに、6700.68006900番台は6000型のみに存在する。なお6157編成は2016年の出場の際に危機更新が行われ、他の650型も同様に更新が行われている。編成は以下のようになっている。年時点では天神線び、 太宰府線で5000型と共に主力車両として運用されている。6000型と6050系の運用は共通である。朝夕のラッシュ時は4両編成と3両編成を並結した7両編成で特急から普通まで多様に使用されているが、朝ラッシュ時の快速急行の運用のみ4両編成同士を連結した8両編成となっていた。 この快速急行は6000点6050系の限定運用となっていた。また、平日の朝の1往復と夕方以降の2往復、休日は朝の1往復の特急日本系列が充当されていた。2017年8月26日の改正により、運用が大幅に変更され、平日夕方以降は7連が特急運用3系統。 急行運用1系統に充当されている。これにより、6連の定期運用は消滅した。7000型で運転していた、早朝の上り急行1本、小ごう6時1分発、筑紫から急行となる。4両編成で運行も2014年3月のダイヤ改正で当車両に変更されたが、2017年8月26日の改正で消滅した。西鉄では、 車両基地において、編成の分割、併合作業が実施されるため、始発駅となる大無田、柳川駅での連結及び折り返しとなる福岡、天神駅での開放は実施されていない。そのため、かつては、車両基地に隣接する畜子駅まで送り込み列車を、兼ねて、二日、市駅までは直行に、二日、市駅畜子駅間は普通列車に充当されていた。 日中は4両編成が普通列車に充当される。かつては日中に3両編成を2本並結した6両編成が急行で使用されていたが、2007年8月27日に3000型に置き換えられてからは、主に朝と夕方以降の急行に使用されていたが、前日の通り2017年8月26日の改正で消滅した。なお、 6050系3連同士で組んだ6連が、西鉄電車のビアトレインとして2016年に2回、2017年に1回、走った。2018年1月25日、西鉄が2019年春に導入する予定の新観光列車、2017年4月に導入が、公表されていたものについて、ネーミング、車両概要、デザインなどの詳細を発表した。名前は、 ザレールキッチン蓄語とした。使用車両として、6050系のうち、4両編成の6053階を3両編成、6253号車を、現車に変更した上で、専用車両に、大幅改造。定員を52人、1.3号車、22人、2号車、8人、西、中間車両、2号車に、釜を中心とした大型キッチンを設置し、 筑後地方を中心とした沿線地域の新鮮な食材を使用した出来立ての温かく美味しい料理を提供するという。車両デザインはトランジットジェネラルオフィスの全体プロデュースのもとデザイナーの福岡南陽子や鹿児島むつみなどの力を借りて観光列車の特徴や沿線の魅力を表現するという。外装は キッチンクロスをイメージした赤いチェックで料理を楽しんでいただける列車であることや清潔感を表現し、内装は、やめの竹を使用した竹細工や城島瓦といった沿線地域の伝統ある工芸品とクリエイターの感性を掛け合わせ、沿線の魅力を感じることのできる空間を演出するという。ロゴは、クルメや柳川。 大田の名産品など、沿線の要素を組み入れたものとなっている。メイン料理の監修を、長野県軽井沢町などでレストラン、演母家を展開している、今井忠が手掛け、筑後産の小麦を生地に使い、具材として、八飯産のケのコ、大牧町産のアスパラガスを使ったピザが提供される。コース前に提供されるアミューズと前菜は料理家の渡辺康平が手掛け、 博多和牛や有明産の生乗り、地酒も提供されるという。列車は金、土、先と、祝日、西鉄福岡太宰府間を1日1回、西鉄福岡大無田間を1日2回運行し、午前10時前に福岡駅を出発して10時半頃に到着する、デイズイフブランチセット、正午前に福岡駅を出発する、畜後ランチコース、金曜は午後6時前、 土日宿は午後5時前に、オウム大気を出発する、畜後ディナーコースとして運行する予定。所要時間は、ダザイフブランチセットが約40分、畜後ランチ、ディナーコースが約2時間。2018年10月18日に、翌2019年3月23日から運行を開始することと11月1日より、各コースの予約を開始する予定であることを発表した。 制服は後日発表され、2019年2月には車両が披露される予定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。